で受け付けて飛行機を取ろうとしたら、日本、アメリカ、オーストラリア、EU 全加盟国、ノルウェー、さらに宇宙人、中国、ロシア、韓国、全部の特許はアウトが取れた。それぐらい出たら鱗の検査。ここまで、まあ、結構時間かかって話したけど、よく僕らがやってきた97年から考えると、ね、25年分を今、まあ、10分か15分ぐらいで話したわけです。国会に行けば変わるのかもしれないとは思いました。まだその時は決心しなかったけど、今なんでこの話しっかりしたかというと、安倍さんはこういうこと知ってるんですよ。長いことを僕はまあ偉そうにして申し訳ないけど、まあ年もほぼ同じだし、友達として付き合ってきたので、お家にも行って安倍さんの正直な気持ちも聞いてるしね。だから安倍さんはそれ知ってるから、6年前に僕に選挙出るって言った時に、2つ目に経産省も変わるなって言ったんで、じゃあ実際議員になって何が起きたかね。これその前にまたもう一回民間に戻るとね、アンカーに出てた頃にメタンハイドロートの話よくしたでしょ。あれ一つの目的は、ほら政府聞いてんのかってことですよ。聞いてんのかお前らという意味なんです。で、アンカーに放送してね、実際その後経済産業省と交渉しても、いやいや、まあローカルテレビですし、ね、腹立つこと言うわけですよ、ね。で、テレビタックルでやっと取り上げてもらったら、めちゃめちゃネジ巻きで取り上げた、ね。やっぱり大阪のテレビ局の方が、いわば正直者ですよ。だからアンカー感謝してます。話を元に戻すと、そのアンカー出た時代にもう一つ考えたのは、政府がやらないんだったらどこにやってもらおうか。みんなも同じこと考えると思うんですよ。ここ大阪だけど隣の京都行って、京都市と日本海側の久御山町とか、あの辺とどれぐらい違うか知ってるでしょ。あるいはこの道頓堀でも兵庫県出身の人は僕と同じでいると思うけど、僕は生まれ神戸で、中学高校は姫路ですけど、ああいうところはみんな人口すごい多いで、全県全体で550万もいる、ね、大阪の次に大きいって言ってもいいぐらい大きいでしょ。ところが日本海側行くと、ね、城崎温泉だけにぎわってて、あともうちょっと左側西側行くと、元の霞とかあの辺はもうタクシー走ってんの人がおれへんから、バスもバブチに倒してる。そのさびれた僕は実際に行ってるから、駅にもう薄れてしまったタクシーの看板とかが風に吹かれてバッと来た位置で、映画の一シーンみたいだけど誰もおれへん。そこから歩いて海岸線に行ったら ね、そしてそこからわずかな距離船で出ると、もうあっという間に日本の海は深くなるから、そこに西の柱が立ってる、僕らのコンピューターで見える。これ考えたら、政府が行わないんだったら知事を動かそう、あなたでも思うでしょ。僕も同じことを思って、兵庫県の井戸知事ね、この前の知事、京都の山田知事、当時知事会長、それから新潟の泉田知事、経産省出身、この3人中心に説得していって、民間時代に日本海連合を作ったんです。このね、拍手は嬉しい。これかっこいいやろ。日本海連合ってかっこいい名前で今も続いてるんですよ。その日本海連合の初期の会合を新潟県で開いた時に、壇上に端っこに僕は座ってて、民間人で一人、割と近くに当時の経済産業省の天然ガス社長の南さんという人が座ってた。そしたら南さんが会議中に打ち合わせ抜きの衝撃発言をして、この日本海連合が発足して日本が日本海のメタンハイドレートの柱を実用化するかもしれないとなっただけで、ロシアのプーチン大統領、今時の人のプーチン大統領から連絡があって、天然ガスの値段を下げますと言ってきました。これ大ニュースで、僕は記者出身ですから、どの辺に NHK がいて、ね、みんなから金ぶん取ってる。 NHK を変えろと言ってる NHK 党だけじゃないんだよ、はい、その NHK や朝日新聞、産経新聞、ね、それから毎日新聞、読売新聞、みんないて、僕のお客さん共同通信もいました。明日の一面トップ、特に日経一面トップだと思ったら一言も報じなかった。例によってどれだけマスコミが裏でつながってるか、ね、高い高い資源の方がいいってことにつながってるか証拠なんですよ。
ところが、学会したらこれに止まらなくて、南さんがいなくなった。天然ガス管いないんですよ。で、当時民間人だから、結構苦労して探していって、ようやく見つけたら、なんと経産省の端っこで、東ヨーロッパ担当でわけのわかんないことやってるわけ。左遷された。ところが本人人柄良くて、左遷されたとは失意に一言も言わなかったけど、僕は民間人なりに調べたら、青山さんの言うことを聞いて、しかも公開の場で交渉の中身を言ったんで、飛ばしましたって言われたんです、ね。その時も僕はこれは国会に行くしかないかと思った。で、さっきの安倍さんの電話、つながるの分かります？安倍さん経産省変わるって言いましたよね。で、僕は議員になりました、6年前。それで議員になってまだ1週間ぐらいの時、だから6年前の秋ですよ。その時に議員会館の部屋に経産省の役人が集団で挨拶に来たんですよ。ね、ゾロゾロゾロと。で、普通のことですが、見たら南さんがいるわけです。飛ばされた南さん。で、僕は思わず、あなたどうしたのって聞いたら、南さんが言うには、青山さんが国会に来たので私こうなりましたって言って新しい名刺くれたんです。それ見たら天然ガス担当に戻っていて、しかも部長になってる。現在は6年間僕は経産省と徹底的に戦ってきた結果、天然ガス担当の課長、太田課長、部長、局長、審議官、そして資源エネルギー庁長官、全部多かれ少なかれ民間時代に僕の意見を聞いてくれた、少なくとも耳傾けてくれた人たちで全部を握ってるわけ。その結果どうなったかというと、国会答弁で正式に経産省は方針転換を表明して、日本海の青山茶博士が見つけた柱を中心に、日本の自前のメタンハイドレート、天然ガス、凍った天然ガスを実用化します。さらにこの選挙から5年後の2027年から商用化、つまり一般企業が商売にできるためのプロジェクトを最終的に行います。だからこれにこの情報を得た大手の企業で、じゃあその後余裕を見て2030年から日本のメタンハイドレートを商売にしますと宣言している会社もあります。興味ある人はネットで見てください、ね。これは昨日非業の死を遂げられた安倍さんが6年前に予見した、安倍さんが国会行ったら経産省が変わるっていうのが、ここまで大きなことになり、そしてマスコミが依然としてあまり報じてくれないから、僕は参議院のこの選挙に入る直前の予算委員会で萩生田経産大臣に質問したら、萩生田さんは日本の自前の資源を持つこと、日本海のメタンハイドレートを使って持つことはとても重要とおっしゃった。それだけでも大きいですか。僕の聞いてないことを、質問してないことを自分で言われたんです。この日本海のメタンハイドレートからは自前の水素を作れると。水素というのは燃やしても CO2 じゃないんで、間違いなく次世代の中心のエネルギーです、ね。総理は、岸田総理は経産省の古い部分におそらく言われて、オーストラリアの石炭から水素を作ってまた輸入するとおっしゃってるわけです。エネルギーは全部ベストミックスなんで、一つに頼るのは良くないんで、一部はそれでもいいけど、その総理の下の経産大臣が僕の質問に答えて、ね、水素も自前で作れますと言った、その意味はものすごく大きいです、ね。これも予算委員会で大臣が答弁したのに、マスコミは皆さんから金を分取ってる NHK も含めて、よくこれで公共放送って言えますよ ね。もう一回言いますけど、別に NHK 党の3倍トップじゃないよ、はい。それがマスコミの本質をよく表していると同時に、やっぱり僕らが皆さんと一緒に考えなきゃいけないことは、経産省が変わった変わったって喜んでる場合じゃなくて、もしも例えば僕がもう国会から消えたり、あるいはこういう守る会のメンバーが崩れていったりすると、もうすぐに大逆流が起きて、ね、自慢資源がなかったことにする。実はこういう会議が、つまり青山議員のために6年間振り回されてきたけど、あの人は1期6年で辞めって言ってるそうだから、死んだふりしてればいいと。6年経って青山いなくなったら、
やっぱり自前資源は使えないと言えばいいんだという会議を開いて、その中身を僕に持ってきた私の味方になっている若手官僚もいるわけですよ。しかももう各社の中ではその準備してる人がいて、海に一回も行ったことないのにコストがかかるとか量が足らないから、あなたいつ調べたの、ね、これが日本の実態なんですよ。それで言うと、改めて僕は6年前に安倍さんがあのなんて言いますかね、気取らない言い方で後でおっしゃった、青山さん国会に来たら外務省が変わる、経産省が変わる、そして自民党変わるな、自民党が変わるってのは後ろに来てくださる守る会の面々見たら分かるでしょう。そしてその上で安倍さんも僕も予期しなかったことが最後に1個あるんですよ。で、安倍さんや僕の頭を越えて物事を進んでるのが1個ある。それ何かというと、あなたです。お世辞言ってんじゃない、あなたです。まずこの道頓堀に、ね、集まってる人は、ね、僕の話を聞きに来た人であれば誰も動員されてないでしょ。全部自分の自由意志ですよね。それだけでももう選挙は変わりつつある。今までの業界から人集めてもらって、票も取りまとめてもらって、当選したら献金もらって、パーティー券買ってもらってたら、そんなとこぐるぐる回るよ。だから新しい産業、資源産業も含めて起きないから、いつまでも同じとこ留まってるんで、世界が先に行くから、日本だけが賃金ずっと上がらない。そのうちウクライナ戦争のショックで物価上がりだして、みんなが本当に困ってる。それが今の状態で、他の説明いらないですよ、ね、それを考えたら政治家が一番責任を持つと同時に、最後に一番効果を発揮するのはあなたの評価。まずここにこんなに動員されずに集まってる。僕の選挙は6年前も組織一切なしです。それで50万票近く取ったってことが、僕個人のことじゃなくて日本が変わり始めた証拠で、さらに6年前に僕が議員になったこと時に、もう一個考えたのは、自由民主党はマシなところがあって妙に素朴で、要するに党員ね、自由民主党の党員、議員は党員に決まってるけど、普通の人の党員をこの議員一人一人を集めろっていう政党なんですよ。それを多くの議員はまた例によって同じ団体を大会社に頼むから、それもぐるぐる回ってる。それは僕のやることは一つじゃないですか。それ一切拒否して、ね、皆さんに呼びかけるだけ、お願いするっていうよりは呼びかけるだけ。それももうテレビ断ってたし、大体テレビでアンカーで自由民主党党員になってくださいって言えるわけないじゃん。それそれはあのおやつはグリコだけにしてくれよりももっと言いにくいことや、ね、だから僕はどうしたか、なんとブログで Twitter も Facebook もやらないんで、アメリカの会社で発信なんかしない。ブログは自分でサーバーを置けるから、ブログだけやってて、そこで2ヶ月に1遍ぐらい、ね、自由民主党を中から帰るには一緒にありませんか。そのためには4000円も年間取られるけど、自腹で自由民主党の党員払って党員になってください、家族入ってくださったら2000円ですというのを簡単に書くだけ。それ2ヶ月に1遍ぐらい。それからこの2年は動画やってるから、動画の最後のスリップで言うだけ、僕は実は顔見て分かるでしょうが、この垂れ目で楽天的でない人はいないですよ、ね、この垂れ目通りに僕は楽天家なんですよ。危機管理が専門だけど自分の危機管理しない、あなたの危機を管理するのが仕事です。だから僕は昨日の警備には僕は違う意見があります。でその上でもう一回言うとね、動員が集まると正直あんま思ってなかった。安倍さんもこのこと知ってたけど、さすがに青山さんも党員数はそんな集まらないだろうと安倍総理もどうも思ってらっしゃった、はっきりはおっしゃらなかったけど、それがね、この参議院選挙の前に党本部が集計したら、なんと第2位を引き離して僕と一緒にやる党員、僕の事務所を通じてなった党員が第1位なんです。最後に言うとね、最後のこの件でもう一個すごく大事なことがあって、そうそうね、すごく大事なことがあって、どこの会場でも冒頭に言ってるのは、成功にはほとんど意味がない。若い人こそ覚えてて、うまくいったことは先に行かない、ね、例えばサッカーやっててもあの時ゴールに失敗したってあったら次の何ゴールにもつながります。だから今から言う話も嫌な話として聞いてほしくない。この党員数1位が小石さんに連絡があって発表の日も決まった。でもその日の深夜になっても何も発表されない。だから僕はこれは隠蔽しようとしてるな、
って分かったんで責任者に電話した。責任者誰か、自由民主党本部の組織運動本部長、大変偉い、私当選1回、まあ、知ったこっちゃない。組織運動本部長誰か、大渕優子さん。大渕さんはお父さんのお金の問題で本当に苦労されたけど、ね、今も非難されてますが、本人は僕は保証します、本当の正直者だから。大渕組織運動本部長の携帯に直接電話して、先生どうしたんですかこれで、きつく聞いたら大渕さんはありのままに全部教えてくれた。自分は党の役員、自由民主党本部の役員会でありのままに報告しましたよ。1位は2位引き離して、史上初めて参議院議員で青山さん、ね、去年1位だった二階幹事長は4位、茂木現幹事長は5位、高市政調会長6位、岸田総理はベスト10入れなくて12位、ね、これ全部ありのままに言いました。で、自分の役割終わったんで議員会館の部屋に戻ったら、自由民主党本部の大変大変偉い人から電話があって来てくれって言うんで行ったら、もう顔がこわばっておられて、この青山さん1位っていうのを発表しなきゃいけないのかと言われたと。大渕さんは今まで発表してて青山さん1位になったら発表しないっていうのはとんでもないと思ってたけど、怖くなってもう黙ってそのまま帰っちゃいました。なんて正直な人ですか本当に。だから僕も正直に言った、先生そんなことやっても無駄ですよ、私が全部暴露しちゃいますよ、ね、で僕を止められる人はいませんよ。岸田総理だろうが派閥のトップだろうが私を止める人はいないんですよ。だからそうなる前にご自分で考えたらいかがですかって、ね、怖い電話になっちゃったけど切ったんですよ、午前1時頃、ね、そしたら午前4時か5時頃に小渕さんから連絡あって、私の責任で上が認めてなくても私の責任でもう発表しますって言ってこれ発表された。若い人も含めてね、このことの意味分かりますか。これ若い人は特に聞いてほしいのは、必ず相手の立場になって考える、ね、僕はもし自由民主党本部の首脳陣だったら、これ今までの自由民主党で考えられないことが起きたわけでしょ。あれだけ団体とかと結びついてて、ね、天然ガスも石油も何もかも、防衛産業も自動車も全部そうじゃないですか、農協もそうでしょ、そうでしょ、学校だって本当は日教組と自由民主党は結構仲良くしてた、そうでしょ、そうでしょ、それで成り立ってんのに、全く一人一人バラバラの自由な自立した主権者が急に雲が置くように現れて、それまでの集めた党員数を全部蹴散らして2位と大差ついて1位、これね発表していいのかどうか迷いますよ。迷って小渕さんを呼び出した真相でしょ、こんなええ話なんやんか、はっきり変化が始まってるってことで、しかもその変化は独裁者が起こしたんじゃなくて、ロシアや中国と違ってあなたなんですよ。4000円自腹で払おうと思い、自民党はどうか、青山の垂れ目の野郎のあのアンカー男の言うこと信じて、そうかあいつのこと信じて一緒にやろうかと思って自分で申し込んできた人が自由民主党の第一位になったっていうのは、安倍さんが予言した通りまさしく自民党と自民党議員が変わるなってことは本当は始まってるんですよ。これをどうするかはこの後続けるかどうか、続けられるかどうか、安倍さんと僕は思ってますが、お別れに僕の後ろに立ち、僕の五臓六腑に入り、ね、そして右横に出てこの話しましたよね。そしてすごいスピードで立っていかれた、それはおそらく青山にはもう伝わったと思われたんだと思う。この後何やるのか、本来祭り事政治っていうのは屍の上に成り立つものです。だからといって昨日のあのひどい事件を到底許すことができない。それでもなお国会議員は人のためには死ぬことを言うので、屍を越えていってほしいという気持ちをむしろ持ってないといけない。僕は昨日のあの不思議なことが安倍さんだったと言いませんよ。科学で証明できないことを絶対本当だと
嫌ったりしない。でも僕には伝わりましたよ。俺は役割終わったよ、ね、だから何の悔いもない気配が明らかにした。青山さんひどい目にあった、悔しい、あんたにこの恨み残していくよっていう部分は全く感じられなかった。本当にあの普段から爽やかだった安倍晋三さんのまま悔いなく去っていかれました。そしたらあんたの出番でもある、あなたの出番でもある、僕は必ず一緒にいます。女子は何してもいいんだよ、聞いてる、はい、このままみんなで一緒にやっていきましょう。そのための参議院選挙、そしてそのためのあっという間にやってくるだろう次期総選挙の北川新平、中山康生、渡嘉敷直美、そして3年後の参議院選挙、おそらくここにいる人はみんな、ね、明日の選挙終わったらその後3年後の長尾隆、守る会副代表に復帰するための長尾隆、こうやって変えていくんや、こうやって安倍さんの意思を受け継ぐんや。皆さんありがとう。最後に一個だけ、投票所行ったら投票紙2枚渡される、お父さんが出してくれたけど、チラシもらってない人手挙げて、大丈夫、あ、ちょっと挙げてください。チラシもらってる人は裏の真ん中の人見てください。制度が間違ってて、まず正しい方で言うと、1票目は大阪から誰を選ぶかだから、松川るいちゃん、安倍さんの秘蔵っ子とも言えるるいちゃんを選んで、松川るい議員を選んでください。これは分かりやすい。ところが2票目は個人の名前書いてもいいし、政党の名前でもかめへんというね、どっちやねんってことになってて、これは明らかに企みですよ。組織が有利になるようにしてる。分からへんかったらもう自民党で書きゃいいんだよ。実は今回20カ所以上で僕は確認したけど、投票所で係の人が2票目はとにかく政党名書けばいいんですという誘導してる。これ総務省はようやくこれ主権の侵害だって言って通達流しましたが、手遅れかもしれない。これ悪意ないです。おそらく本人もわからない。だから皆さんはちゃんと目を覚まして、気がついていただいて、周りの人にも話してほしい。古い自民党のままでいいなら2本目は自民党って書いて結構です、ね、しかし自由民主党の中から変えるには、こいつは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 中から変えようとしてるんだってことを皆さん分かるはずだから、その個人名書いてください、ね、最後の最後に私の話すると、もしも僕の名前書いてくれるんだったら、漢字でもひらがなでも全然構わない。今回刑事がちっちゃくて、特に茂の字がもう潰れてる。僕は実は老眼鏡がないんで、老眼がないんで、人間ドックで体内年齢32という、なんでやねんすか。だからこれ言うなとマミに言われてんだけど、マミがこの間33になったんで、僕はなんとマミより若くなってしまった。マミから苦情のメールが来てて、選挙演説で私の年バラすのやめてくださいって。はい、でも彼女も普通の女性じゃなくて、やがてこういう場に立つ人だと思ってるから僕は言いましたが、つまり老眼のない僕で見ても自分の字なのに潰れてって見えない。無理した感じに書く必要ないです。ひらがなでしげはる、しはけるとか書いちゃダメよ。しげはると書いて、それからハートマーク書かないでね。それから青山頑張れもダメ、ただ単純に書いてください。最後に言うと、じゃあ自由民主党青山茂春、あるいは自民党青山茂春って書いてどないねんいうのを、まさきさっきのマミがこの総務省に問い合わせしてくれ、自由民主党本部の問い合わせしたらこれ問題ないと。ところがね、現実には大阪府の選挙管理委員会が判断するんですよ。各地で判断する。だからリスクはあるから、安全のためにはもしも僕と一緒にやるんだったら青山茂春、青山はまあ普通に書きやすいでしょ。下の名前を頑張って漢字で書いてくださっても嬉しいし、ひらがなでしげはると書いていただいてもいいです。そのことをですね、もう投票終わった人もやっぱり最終的には明日入れる人が多いので、他の人に伝えていただいて、
僕は自分の票を増やしてくれと話してんじゃなくて、問題はあなた様の、あるいはあなたの、あるいはあなたの友人の家族の本当の意思がちゃんと実るかどうか、ね、それを考えて今日から明日にかけて投票していただければと思います。皆さん、めちゃくちゃ長話だったよ。続いて15分ぐらい喋ってたな。でも上手だ、はい、じゃあ僕の話ここまでにします。それで、どうですか、グータッチ全員やる。サインは、話が長すぎてサイン会はできないと。サイン会は実は選挙終わった後に別途やります。もちろんただです。京都と東京だよね。今のところ京都と東京なんで、京都行くにもちょっと交通費かかりますけど、その時に必ずサインいたします、ね、だからまあ俺に触れ、まあどっか僕がこのグリコで走ってたらですね、呼び止めてサインして、それも結構です、はい、私は自分を守りません。警護がないことでたくさんの人が心配されてます。ただしプロはプロです。危機管理のプロです。実は訓練も受けてます。だから私はみんなと一緒にやり続ける。安倍さんが託していったことも僕はしっかり受け止めてます。魂となって自由となって安倍さんはきっと一緒にやってくれますね。そうですよね、みんなありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。